東京4社の黒タクハイグレードタクシーの 0K 級、横浜自動車、セドリッククラシック SV ハイグレード車の例カンナ、中ハイヤークラウンセダンスーパーサルーンハイグレード車の例国際自動車、シーマハイグレードタクシーとは通常のタクシー料金で乗れるハイヤーに近い高級感を持った日本のタクシーである。一般に黒、濃紺などに塗色され、黒タク、黒塗りなどとも呼ばれる。 事業者や組合によっては、ハイグレード車に故障をつけている。デート自動車交通は、テーカー、チェッカーキャブは、エクシードキャブ等。観光総裁での使用や、用人とされる人の送迎など、従前、ハイヤーが担っていた層の旅客を運送することが多いが、一般に流し営業、乗り場での付け、待ち営業もしている。事業者によっては、黒宅専用の電話番号を設けている場合もある。 タクシー事業者によっては、黒色でない車両も、同クラスの車両を持って運行している場合もあり、逆に黒色であっても、車両そのものは、ハイグレードでない場合もある。例えば、グレードに、大差のないクラウンコンフォートコンフォートプリウスクルー、ジャパンタクシーは、たとえ黒色でもハイグレードとは呼ばない。東京では、もともと黒塗りのタクシーは、車体が目立たず営業上不利なため、 一部を除いて走っていなかったが、大阪、京都などで中型は黒塗りが多かった。東京に進出した京都の MK は他社との差別化のため黒塗りのセドリッククラシックを導入した。法人タクシーとしては高級だが、6気筒エンジンのため、一般的な4気筒より燃費が悪く他社ではあまり導入されなかった。その後、東京4社営業委員会で、 2001年にクロタクが導入された。クラウンセダンは当初6気筒エンジンだったが、セドリックは S パッケージというクラシック SV の4気筒仕様の特装車が採用された。2001年にはクラウンセダンのモデルチェンジで4気筒 LPG 車が設定され導入しやすくなったことから、東京では多くの黒塗りタクシーを見かけるようになり、さらに規制緩和により、 新規参入事業者がハイグレード車で参入した。また、国際自動車、カンナ中ハイヤーなどでは、ハイヤーとして使用していた車両をタクシーに転用する形で、様々な高級車をタクシーとして使用、さらに差別化を図っていた。東京都区部、三鷹市、武蔵野市内を走る法人タクシーの7割から8割は、ハイグレードタクシーで占められるようになったが、 東京特別区エリアでは深い色のトヨタジャパンタクシー匠への代替が各事業者において急速に推し進められており東京特別区ではハイグレードタクシーは数を減らしている一方で東京特別区エリアでは徐々にではあるもののトヨタのエスクアイアやアルファード日産のセレナやエルグランドのような高級ミニバンを少数ではあるものの導入する事業者も大手を中心にあり これらの増加によって、ハイグレードタクシー自体の消滅は免れうる。主に、クラウンセダンのスーパーデラックス G パッケージ、または、スーパーサルーミや、セドリッククラシック SV、またはブロアムが多いが、クラウンセダンは、外見が G パッケージと同じスーパーデラックスや、セドリックは、スーパーカスタムに、オプションで、カラードバンパーを装着する場合もある。MKA は、 S180K クラウンも法人タクシーとして導入している。セドリッククラシック SV はかつて発売されていた個人タクシー向けの6気筒に比べるとフェンダーマーカーがないマニュアルエアコン、AM、FM ラジオ、ステッキ式、パーキングブレーキレバーなど法人タクシー向けに特化したものとなっている。ハイヤーからの転用ではシーマ、クラウンマジェスタ、 レクサス LS など様々な車種を見ることができる。ありがとうございます。